はい、どうも、リントでーす。はい、今日も、みーちょん、かわいい動画です。ちょっとね、この間一緒にお風呂入れた映像がマジかわいすぎるからね、それ見てこう。はい、お風呂に入れている時のみーちょんです。これお風呂場でね、撮ったものになるんですけども、かわいくない？ほんとに。みーちょん、めちゃめちゃかわいいの。で、お風呂入っている時はなんか心地いいのかわかんないんだけど、普段こんなにね触らせてくれないのよね。でもね、お風呂だと撫でても怒んないし、見てこの落ち着いた顔、かわいいよね。そう、あんまり怒んないの。多分ね、暖かくてポカポカして気持ちいい感じになってて、多分あんまりなんか体力が低下してるとかではなくって、ただ普通にね、人間と同じ感じに、はぁ、あったかくて気持ちいいな、みたいなね、そんな感じなのよ。マジで可愛いの。だから見てて。もう、眠そうだよね。ね。でもね、手から下ろすでしょ？で、これ、お風呂。風呂場のとこ、ちょっと床汚ねんな。こんな感じでね、置いといたらめっちゃ活発に動くのね、こうやって。そう、全然活発なの。でもね、撫でさせてくれるのね。あとね、癖なのかわかんないんだけどね、ああいうところ登りたがり。いやー、かわいい、超かわいい、やばーい、超かわいい。語彙力が崩壊してるんだよね。ほら、すぐ登ろうとするの。でね、ちょっとポテンって転ぶの。あとね、隙間に入ろうとしがち。で、隙間に入った結果がこれです。あのね、中入っちゃったの。で、お腹空いてたみたいだから、餌をね、あれ、餌背中に乗っかってんな。餌をこの中にね、ぶち込んときました。めっちゃ食ってるんだよね、ほら。お尻がかわいい。あー、食ってる。見えないね、あんまり。あ、見えるね。食べてる。パクパクパクって。そう、こういう感じでね。そう、この椅子の下の隙間から中入っちゃって、そう、中に入ったから、なんかさっきね、餌を探してる雰囲気があったのから、とりあえず餌入れといてやるかと思って入れました。うわ、めっちゃ食ってる。そう、かわいいよね。足がかわいいんだよ、足が。ほんとに。ね。これもう一回見とこう。これもう一回見とこう。めっちゃかわいいからもう一回見とこう。そう。ほら、ほら、見て、ほら。行くよ、ほら。ね。背中にちょっと餌乗っちゃってるけどね。ほら、かわいい。めっちゃかわいい。ケツかわいいから見て、ほら、お尻。超かわいいの、ほら。ほら、お尻。あ、みちょん実は男の子だから。うん。あー、超かわいい。あー、親バカだと思うんだけどね。で、お風呂だと結構触らせてくれるんだよね。多分、気持ち的に落ち着いてるんだと思うの。だからね、めっちゃ触っても怒んないの。だから、超かわいい。本当に超かわいい。かわいいんですよ。あー、かわいい。はい、というね、親バカ動画でした。はい、では以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。